ですね、まあ先ほどのね、僕のフライフィッシングにおける、釣り方あるいは考え方の話にちょっと触れましたけども、もう一つ補足するとですね、このループフィールドにおいてはですね、このキャスティングループは可能な限りゆっくりと、可能な限りゆっくりとループを作りたいんです。それはどうしてかというと、ゆっくり飛んでいくラインは飛んでいく過程において、まあ、いろんな小細工が後に追加としてできるんですね。早く飛ばすと当然ポイントに向かっていくスピードというか時間も短くなるわけですから、その間に何かこう小細工を入れようと思ってもこうできないことが多いんです。間に合わなかったりするんですね。ですから、まあ、なるべくゆっくり、なるべくゆっくりと何ていうかな、飛んでいくラインを作りたいわけですね。で、当然ゆっくりでも搬送能力の優れたループというのは当然ナローループになるわけです。広いループよりもできるだけ幅の狭いナローループを作る方がいいわけですよね。それの方が空気抵抗が少なくなりますから、スピードが緩くても前へ飛んでいこうとする力があるわけです。ところが、まあ、ちょっとその力っていう話今しちゃいましたけども、ループそのものの力強さ、つまり抵抗の、空気抵抗の大きいフライをですね、ゆっくりとしたスピードでもちゃんと向こうまで綺麗にターンしてもらう、搬送してくれる、そういうその、ラインを出そうと思えば、当然ですけどラインの力っていうものが必要になってくるわけですね。でラインの力はじゃあ何に依存するのかというと、ごめんなさいね、ちょっと歩きながら喋ってるもんで、ラインの力はやはりラインの太さ、重さですよね。当然3番より4番、4番より5番の方が、飛ばした時のラインに力があるわけです。だから私の場合は4番のラインのドライフライで使うのは4番のラインが多いんですね。で3番でも要はゆっくりとしたループを、まあ近距離であればね、ゆっくりしたループをナローループで投げることは当然可能です。可能なんですが、抵抗のある大きなフライをきちっとターンさせる、あるいはコントロールするということを考えたときに、3番ではやっぱりしにくいんですね。でこれ今12番のフライを使ってますけども、これが10番ですとかもっと大きい8番ですとか、まあ、例えば夏のイワナ釣りですね、そういうところで、近距離なんだけど大きなフライを的確にポイントに投げたい、で早いサイクルで投げるよりもゆっくりとソフトプレゼンテーションで釣り上がりたい、攻め上がりたいということですので、まあ大きなフライの場合は5番ですね。当然それを投げられるパワーが竿には必要になってきます。これが僕がいわゆるドライフライをするためのラインのライン番っていうのを、なぜ4番うちの竿が4番からしかないのかという理由なんですね。カメラ回してないときに釣れちゃって、よいしょ、あ、蓬莱マスですね、あ、ニジマスかな、うん、ニジマスですかね、はい、キャッチします、よいしょ、あ、ごめんなさい、よいしょ、映ってる、ちょっと見せますね、よいしょ、は
はい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 、はい、ニジマスですね。ニジマスでした。まあなんとかドライに出ましたね。今ちょっと竿先に注目してください。あの僕これ投げたラインをね、まあ、こう溜めてもいいです。ここに溜めましょうか。こうやって足元に溜めました。この溜めてるライン、こうやってリールをね割とこう早く巻くと竿先が揺れるじゃないですか。で竿先揺れるんだけど、ここで注目していただきたいところがですね、もう一度いきますよ。竿先にフライラインが絡まないんです。こうやって絡まないでしょ。ほら、これは僕が竿を作るときにすごく大事にしているところなんですね。あのちょっとご自身ね、ご自身というか持っている竿で一度やってみてください。あの竿を立ててやっちゃダメですよ。立ててやるとどうしても絡みますから、竿を水平にしてまっすぐ伸びたラインではなくて、足元にラインを溜めます。こうやっていっぱいこうやって溜めます。こうやって溜めといたやつを割と高速でしっかりと竿先がどんどん暴れるぐらいで、この時に竿先にフライラインが絡む竿ってあるんですね。そういう竿はティップが弱い竿です。つまりこう新体操のリボンみたいにね、竿先が動くことに対して、なんていうかな、ラインをずっと引っ張り続けるんですよ。で絡むっていうのは、竿先が上がって今度反対側に帰るときに1テンポ遅れるから、その上にラインが乗っかるんですよね。1テンポ遅れるっていうことは、竿先の力がないから、その力をつけるまで1テンポ遅れるわけですね。これも僕の竿を作る上での、非常に重要なポイントになるわけですね。はい、じゃあちょっとこのプールを狙ってみましょう。まずね、このあそこでライスだな。この実際の釣りではですね、何回もホルスキャストをして投げないんですね。本当にホルスキャストの回数ももう必要最小限です。できればもうホルスキャストいらない。これ1回2回目のプレゼンテーションですね。でこういうことがちゃんとできるかどうか、これもやっぱり竿の反発性に非常にこう関わってくるんですけど、柔らかい竿とか反発力の極めて弱い竿ってありますよね。そういう竿っていうのはリストワークにティップがついてこれないんですよ。だからいいループを出そうと思うと後ろでちゃんと待たないとダメなのね。まあ前後にね、後ろというか前後に待たないとダメなんですね。でちょっと今こうぐるっと僕回転しますけど、映ってるかな。後ろがせり上がってて、やっぱり障害物がたくさんあるわけですよ。でこういうところで、今これバックハンドで、今川に入らずに水際に立って釣ってるんですが、こういう時はですね、もうしつこくホルスキャストしてたらもう絶対後ろに引っ掛けるんですね。だから最低1回、もう2回ホルスキャストはしません。でそれでちゃんとその目的のポイントにしっかりとラインが飛んでいってくれるかどうか、これはやはり竿の性能がないとこういうことできないわけです。それからいけば、まあね、グラスですから、まあ、何でもグラスですからって片付けてしまうのは良くないんですけど、ターンしなかったな。
何でもグラスですからって片付けてしまうのは良くないんですけどね。カーボンとかうちの竹竿に比べるとやっぱりそのテンポっていうのはグラス特有のものがあるなっていうのは正直思います。これぐらいの距離とそれから少ないホールスキャストで、投げるとなればそういうことですね。きちっとラインをターンさす向こうでね、フライをターンさそうと思うとやっぱり、自分勝手に振るんじゃなくてちゃんと竿に乗せて振らないときちっとターンしてくれない。これがカーボンとかうちの竹竿になるとそんなことしなくてもね、しっかりとロッドティップがラインをグッと運んでくれるので、向こうでも本当に1回ホルスキャスト、もうホルスキャストなくても例えばこのままロールを打ってバックキャストでシュート、これでもねものすごく理想的なループをプレゼンテーションしてくれるんですけど、やっぱりグラスはね今このテストロットに関していくと、まあ、悪くはないんだけど褒められるものではないですね、正直なところで。今度はこの流れを釣ってみましょう。ちょっとライン短くしましょう。まあね、魚が出てくればね一番いいんですけど、ちょっと魚のご機嫌が良くないみたいですね。魚のご機嫌があまり良くないみたいです。まあ、時間が来ればそれも多分大丈夫だとは思うんですけど、すごくねどう言ったらいいのかな、これぐらいの本当にショートレンジですよね。リーダーフィッシングまでいかないですけど、これぐらいのショートレンジだったらものすごく やっぱりいいんですよね。何回も繰り返すようですけども、意外にねちょっと思うようにプレゼンテーションできるんですよね。いいですね。速い動きにも非常にこうタイトについてきてくれるんで、この竿はシュッとこうダウンリストを強制的にパーンとこう、かやしても竿先が遅れることなくスムーズについてきますのでいいですね。この距離もう全然問題ないです。むしろ褒めてやりたいぐらいですね。星5つですね。この距離は星5つです。ヒットヒットヒット、おほほほほ、よく引くよく引く、見えますか。あ、結構でかいよさあこんな上から釣ったらどうするんだ、どうやって取り込むんだ、こんな上から釣っちゃダメじゃない、どうやって取り込む、向こうまで引っ張っていこう。よいしょ、映ってる。ちょっと一旦危ないから止めろ。よいしょよいしょ、
よしよし、ここで、ここで取り込もう。よし、あ、はい、まあそこそこいいサイズですね。そこそこいいサイズです。がっつり皮くわえてますね。さて、このポイントはどうですか。あ、いい感じで流れますね。いい感じで流れますね。やっぱりね、あの、このレンジが一番使いやすいな。本当にね、本当にどう手でもなるって感じですよ。実況テストが終了しました。感想はですね、まあ、得点をつけると、まあ、85点ぐらいですかね。まあ、実践で十分、使えるんじゃないかなと。まあ、あとの15点はね、ロングレンジ、あるいはミドルレンジから先ですね。ロングレンジになった時に、ちょっとやっぱり、グラス特有のこの反発力の遅さが、やっぱり距離が伸びれば伸びるほど顔を出し始めまして、やっぱり超ロングキャストなんかは、なんていうのかな、竿に合わせた振り方が必要だなということですね。ただまあ、一般経由で使う、まあ、10ヤード前後はですね、もう本当に申し分なかったと思います。まあメンディング一つ、フリップアップ一つ、竿先の動きも手首に、非常にこう素早くついてきますし、ショートレンジですね、超ショートレンジ、足元を、釣るようなドライフライキャストの時もですね、手首の開閉で早くも遅くも自由にコントロールもできますので、10ヤード前後のレンジであればもう100点だと思います。ただ渓流ではね、やっぱりそれ以上というシーン、場面というのもあるわけですから、常にね10ヤード前後釣ってるわけじゃないので、まあ、ほんで7フィート6インチの4番ですから、結構大きなフィールドで遠投して釣るということもできる竿なのでね、そういう面から見れば、まあ、完璧ではないですけども十分使えます。で、実際にねこれで販売してもまあいいんですが、まあ、一発目からね気に入るアクションが出たということで非常にありがたいんですが、まあ、それじゃちょっと面白くないんで、もう少し考えられることをもう少しやって、でその結果一番いいアクションを、まあ、採用したいなと思います。ですからちょっとねこれよりも、さらにちょっと張りのあるようなやつも作って、やってみたいと思ってます。またその時はね、こんなんできましたよ、こういうふうに良くなりましたよと ご報告をすることが あればまた動画なり、ブログなりで皆さんにお伝えしたいと思います。はい、まあ以上、今日は実調のテストは以上の結果となりましたんで、まあ今後楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございました。